ねカプチーニャン。はい。カプチーニャンってさ、お休みの日は何してるの？寝てる。猫らしいね。うん。そんなカプチーニャンに今日も相談が来てるからよろしく頼みますね。東京都の31歳、うん、佐々木正恵さんからです。私は携帯依存症なのでしょうか？東京に出てきて10年、ずっと一人暮らしで、家に帰ればすぐにテレビをつけるという生活を送ってきました。そんな私が今テレビよりハマっているのがスマホです。最近ではスマホを触りながらテレビを見たり雑誌を読んだりします。この状況を友達に話したら携帯依存症だと言われました。一人暮らしの人はこれくらい普通だと思うのですが、どう思いますか？だって。あー、そう、きさかちゃん、うん、お答えしましょう。お願いしますにゃ。普通じゃないでしょ。え？うん。これはあれは、ユッフィの場合はどうかな、うん、どの程度依存してるのかな。うん、でも私も結構見ちゃうよスマホ。朝起きてもすぐ見ちゃうし、うん、家に帰ってからも結構見ちゃうし、うん、友達とのやり取りだけじゃなくて、なんか検索したりするのが楽しいんだよね。いろんな今日のニュースとかをいろいろ見たりしてるのも楽しいし。カプチーニャンはスマホ使う？なかなか押せないの。そうだね、いろんなボタンを押しちゃうからね。タッチパネルだもんね。これはだけどね、怖いのはね、仮想現実なわけよ、ゲームと同じで。そうだね、うん、その仮想現実をあたかも現実だと思っちゃうと、これからもしスマホがなくなった時を考えてみなさいよ。うんうん、これは怖いことになるから、うん、依存してるものはなかなか治らないけども、徐々にやめていくしかないんじゃないのかな。ありがとうにゃん。ちなみにスマホをやめるために、なんかカプチーニャンからいい他の楽しいことないかな。なんだろうな。一人暮らしだとやっぱり話し相手とかもいないし、うーん、猫飼うとか。カプチーニャの場合は徘徊。散歩って言いなさい。夜の徘徊。お散歩って言いなさいね、カプチーニャ。今日もありがとう。